みんなー、一週間のやつ取るよ。今回やっていただくのはターボです。これはもう予想していたんで。内容これですよ、大事なのは。一週間、臭いものだけ生活。臭いもの生活、臭いやん。やかましいわ。23年間ね。やかましいわ。24年間か。一周が漂う食べ物のみで、生活していただきます。食べ物、納豆、週7で食えばいいんですか、じゃあ。別に、今回1回使ったらダメとかいうルールないんで。あ、ないよ。別にいいんですけど、どうするかはあなた次第ですよ。ターボさん、一番嫌な頼み方です。はい、ということで、ターボさん、臭いもの生活一周頑張ってください。頑張れー、ターボー。臭いもの生活一周一周。もう24年間やってるやん。やってねえよ。代表的ですよ、納豆ったら。あー、臭いね。まあレベル1じゃない。お前はマックスにしたらこいつ。もう皆まで言うな。最終日さ、イベント後の自分の靴下食べてやる。臭い、超臭い。臭いよ、絶対。臭い、臭い、超臭い。これ主食にしてこうかな。それ、いいじゃん。それデフォルトだね。いいよ、いいよ。多分、まあ腹減ったらそれ食って、で、いろんなもん食べていきましょうよ。これいい匂いだからこれ使っちゃダメだよ。なんでよ。初日は、初日はダメだよ。なんでだよ。ほどよくうぜえことするわ。もういただきます。もう速攻食うわ、もう。はい。くさ。あー、もう汚い、汚い、汚い。うわ、もうやだ。ちゃんとそういうのしてよ。もうすごいじゃん、くさ。醤油ないと結構きついな。そうなの。いや、結構きついわ。やっぱそういうもんなんですよ。ニンニクです。はい、代表格。あー、そっか、臭いもんね。これ旨味のもう最上級ですから。もうなんかもうニンニクなんて。いいなー、見たい。あー、いい音。さすがにうまいわ。あのさ、臭いもの芝居でそれ以外のもの食えないから、あんまりパクパク食わないから。うまいな、これ。うまいね。おい、醤油飲みけん。怖い、怖い、怖い、怖い。2個目行こうとすんな。これなんかまだあれだね、2日目って感じだね。でもまあな、レベルが。すごいよ。これ咳込む感じよ。普通に食うわ。うん。くさ。ああ。お味どうなんですかね。臭いですけどね。これはやばい。すげえ綺麗。おお。おお。あ、でもね。うん。味はうまい。うまい。じゃあゆっくり。食べていくよ。食べていくか。臭いものしか食べれない生活4日目。4日目何食べるのかというと、ふなずし。ちょっと待って、かぶりすぎやろ、どう見ても。阿佐ヶ谷姉妹です。誰が阿佐ヶ谷姉妹。普段はなんか塩とか発酵させるんだって、うん、速攻食べていきます。うわ、うわ、うわ、きつい。こんな感じですよ。うわすごいわ。まあ、酢だよね。酢だけど、酢の超濃いところをもうしがけーって感じだね。そうだね、しがけー。わー、食べます。はい、食べてください。いただきます。はい、実食。うえあー、やばいやつだこれ。あーすごいやつ。吐きにはいってない。一口目あまりの臭さにちょっともう飲んじゃったから、もうちょっとレビューしたいと。うわ、いただきます。はい。あー、全く同じなんだよ。お前これなん、これ今俺これ食ったんだけど、これなんだろうね。食ってみて。あー、さっき見たわ。でん
デンデレデン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 デレデン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 デレデンデンデン。え、全部モザイクやでいい？モザイクだったよ。臭いもの生活5日目ということで、今日はね、みんな集まったんで生贄になってもらおうかと、道連れにしようかということで、5日目の食材ドリアン。ホントヤバいじゃないですか。まあ、部屋で開けるよ。ドリアンで外で食って、外で食ってもらって果物の中で一番臭いってことだね。もうぶっちぎりですよ。だって果物の王様だからね、ドリアンといえば。早速開封しちゃうから。ちょ、マジやばい。ちょっと匂い普通に嗅いでみます。絶対やばいよ。遠くで嗅いだ方がいいよ、絶対。うわ、取り当たってきた。マジ？マジ？喜ぶか聞いて、喜ぶか聞いて。あ、でも、いや、意外とフルーティーだわ。全然いけるよ。え、嘘？意外臭くないの？ドリアン？うわぁ！え、くっさ！え、俺鼻詰まった。鼻詰まった。くっさ！異様だ。そんな異様じゃない。え、マジで臭い。うわ、うわ。いただきまーす。うわ、味わうのだから。あの匂いが十分強い。臭く臭い。臭い。臭い。ちょっとやばい。マジ臭い。ちょっとやばいやばいやばい。マジ臭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 い。やばいやばい。マジ臭い。マジ臭い。マジ臭い。臭いと美味しいがどっちもある。あと。臭い。それは1位でしょ。絶対。あ、1位じゃねえよ。じゃあ誰か食ってみてよ。スケボーの好きだから。いやもっと無理だわ。さっきリアクション担当だから。俺も腹座ってきた。全然くそ、やばいでしょ。あ、今年は体張る YouTuber になるんやろ。 ST は誰でも体張れるよってとこ俺が見せます。俺が見せます。俺が見せます。美味しいですよ、多分。うまいよ、普通に。そんなダメなんだよ。俺が見せます。部屋やばい。髪7兆個の雑巾。この生活する上で、はい、一番食べたかったものがあって、それがですね、銀なんです。あ、でもさ、昨日まで結構きつかったじゃない。なんか癖とか言ってさ。おい、なんかつまんねえよ。つまんねえよ。確かにつまんない。つまんねえもつまんねえもねえだろ、この生活に。俺は思ったんですよ。絶対1日ぐらい妥協して、臭いけどうまいっていう食べ物を出してくると俺は予想してました。そのために僕はこいつが代表しないで僕もネットで注文しました。え、世界2位で臭い食べ物。すごいね、ございます。でも色見て、色、色、色。え、やばくない？やばい色してる。あとさ、くせえから外行ってない。え、世界2位でしょ、それ。なんでそんな雑なのよ。タモさん、じゃあそこのキャップから一回匂い嗅いでみ。うわっ。マジでレベル違う。いや、ほんとにレベル違う。もう、ひとかきで涙出てくる。いや、もうほんとだ、無理。これ、もうこっから近づけれない。やだ。俺も匂いするから。無理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 。嗅いで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 。やば、無理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 。全然無理、全然無理。ドリアンめっちゃ余裕ぶっこいてた。俺がこのリアクションだから、もう全然違う。絶対レベル違う。レベル違うね、これ。ここ世界最大ドリアンだとしたら2位もうマジでここら辺。全然違う。ちょっとノリオンとか言うタオ、俺の手が、やばいやばいやばい。ノリ今さ、風呂入ってるからさ、ちょっと嗅がせに行こう。タオ、俺の手に入るかね。俺の手に入るかね。マジだよ。臭すぎる。マジで臭い。おい、ノリノリさん、風呂入ってんじゃねえよ。でマジ臭い。お前たち、ほんと待って。そんなお前にはな、世界2位の臭さを感じてもらうで。いけー、一回かで、一回かで、一回かで。うわぁ。マジでもうほんとやだ。無理無理無理。こんな、多分俺も臭い。やばい、ほんとに吐く、ほんとに吐く。だって外、ずっと外持ってて、早く早く。でっかい。うぅぅぅぅぅぅぅちょっと待って、いきますね。ちょっとかじればいいよ、ちょっとかじれば。うぅぅ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 ぅ。いきます。ちょっとうぅぅぅぅぅぅ。でも今までの1週間でこれ一番きついと思うよ。一番熟しでね。1週間臭いもの生活終わりました。臭
臭いんだけど、臭いな、こっち見ない、こっち見ない、臭い、マジで臭いよ、本当にね、息やばいよ、本当に臭すぎて、もう笑めっちゃね、一生笑ってたよね、マジで雑巾食ってるのがマシだったもん。いやいや、本当にだろうね、今まで食った臭い食べ物全部吹っ飛んだね、うん、船寿司とか、もうドリアン臭いやもん、どうでもいい、あれがやばい、マジで、マジでターボーさん頑張ったなと思いましたら、いやマジ頑張ってたからね、チャンネル登録と高評価お願いします、マジお願いします、ほんと頑張った、ガチ頑張った、今でも喋ってて自分くせんだからって